どうもなおちんです。本日は妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日から妖怪ウォッチ4やっていきます。久しぶりにやるね。でデータをね見てみたんだけども、このデータでした。はい、遊んだ時間6時間12分。確かこれが、あれだよね。最速でクリアをすると、何分でクリアできるかっていうやつで、試したやつだと思う。全クリをしてそのまんまのやつ。だね。で、全クリをして、めちゃくちゃ強い妖怪なんかは、本当のアカウントに移した後、出がらしみたいなもんだね、これ。確かそうだよ。だから、100時間以上プレイしてるデータは、もう一個のスイッチなのよ。で、こっちのスイッチでは、これしかなかったので、もうこれで、やっていきます。こっからもうやってやりますよ。軽くね、もう最強装備とかも集めちゃいましょう。まあ、どんな感じなのか、ちょっと詳細見てみましょうか。あ、なるほどね。こういう感じか。こういう感じだったね。そうか。はいはいはい。ちょっとプレステ4でやろうかなとも思ったけど、プレステ4よりもスイッチの方が、人が集まりやすいかなと思ったのよ。バスターズやってるとき。なので、プレステじゃなくって、スイッチ版の妖怪ウォッチ4でいきます。で、そして、すべてのリストか。どんぐらいキャラクターがいるんだい？ランク順いた。S ランク2体。そうだよね。強いやつは全部、本赤の方に送ってるんで。そうか、同血とかゲットしてる、してるかな？わかんない。まあ、とにかくこれだけだわ。弱いね。妖怪も全然少ないし。はい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 。まあまあいいよ。こっから、やっちゃいましょうか。まあ本赤の方からこっちにね、強い妖怪送ってもいいんで。さあ、これで行きましょう。オッケー、こっから、もう全部ゲットしてみましょうか。なんか、全くね、昔のことを覚えてないんだけどね。バスターズってどうやってやるんだっけ？購入してない？そうか。プラプラのソフトを入れればいいんだ。そうだ。プラプラのソフトを入れれば、いいのか。そうか、そうか。じゃなければ、1500円で、そうだね。プラプラにアップデートできるっていうやつでしたな。はいはいはい。なんか郵便かなんかないの？おお、来てる！5つ星。いや、でもガチャで入手できるやつって、なんか知れたような感じだったと思うんだけどな。おお、結構来るな。まだ来た。もうこんなもんでしょ。いや、どんどん来るな。やっぱバスターズになって、プラプラになってから、アップデート結構してるから、それのやつか。なるほど。結構もらいましたな。はい。なるほどね。わかった。とりあえず一回ガチャでも回してみようか。本当に何もしてないんだね。こことか、そうか、ウォッチランクが、今 A なんだ。S ランクの試練やってないんだ。ということは、大相撲も多分やってないな、これ。だね。もちろん、大相撲やってなさそう。ということは、
エンマ大王仲間にしてない、エンマ大王仲間になってないかもな。カイラは仲間になって送ったんだろうね。いや懐かしいな、ガチャランド。何がいたっけ。はいはいはい。でも確かこれガシャで入手できるやつらは大概もう持ってたような気はするんだよね。え、どこで回したが良かったっけ。おーおお、まだここ起こしてないよ。本当に俺何もしてないんだな。でこっちの現代の妖怪ガシャが、ああ、はい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 、大釜と雲か。でこっちが山吹鬼がいる。あ、こっち側がさ、あれだ、ヒーローたちがいたでしょ。サキちゃんとか。あー、いた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 。はい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 。シャドウサイドのオロチもここなんだ。あ、だね。あ、タマも。懐かしいなー。あーあああ。未来オロチだよね。で、こっちは、あれ、あ、あ、シャリマンいた。なるほど。これはなかなか、やり込みが残ってるぞ。うん。あ、ああ、今日のガシャは6回か。うん、とりあえず、どの妖怪がいいかっていうのは、ちょっといまいち覚えてないんで。まあ、5つ星はちょっと残しとこうか。5つ星残して、お、1つ星でいこう。はい、風味。風味。持ってないんじゃない？風味なんて。あ、持ってるか。わかんない。え、妖怪大辞典ってあるよね。え、黒が来たぞ、いきなり。さあ、きちゃん、出てきちゃった。もちろん、さきちゃん持ってない。さきちゃん。結構強かった気がする、さきちゃんは。あ、なるほど。キューカチンみたいな、はないんだ。え、大辞典は、あ、あれは家でしか見れないのかな？なるほど。で、スキルも、うわぁ！ステータス低い。いや、違う。これ、むしろさ、俺、ウォッチャー何もしてないんだ。ポイントが、溜まってるもん。何にもしてないんだ。あ、本当にそうだ。カイラとエンマとか入れて、もう本当にゴリ押しで、ゴリ押しでクリアしていったやつだ。なるほどね。わかった。はい。ということで今日はね、ちょっと、妖怪ウォッチ4、見てみました。これまだまだやることいっぱい残ってます。これでね、ちょっと、完全攻略、やっていきたいと思います。まあもちろん、クエストもね、やっていこうと思ったのよ。ストーリークエストも。でももうストーリーはね、動画出してるので、全クリしたここから、スタートです。やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。